牧坂氏系は、大韓民国の軍人、海軍中将、第二大海軍参謀総長を務めた、日本統治下時代の朝鮮生まれ、1916年4月、関西大学専門部予科に入り、1919年3月に修了した、朝鮮に戻り、1920年4月、新川会員養成所、第二機構開科に入学、本科3年を修了し、 朝鮮総督府提心局の実習船で3年間の実習を完了したことで、1926年3月に卒業と同時に、公主に等公開誌免許を取得した。朝鮮人として、初の卒業生であった。朝鮮優先という会社で3年間公開誌として、生活した後、1929年、日本に渡り、川崎汽船のボルドーマルに二等公開誌として勤務し、 約3年間世界各地を回った。再び、朝鮮優先に入り、1932年3月に、公主一等公開士免許を取得し、1934年11月16日には、朝鮮総督府から公主船長免許を取得した。当時朝鮮人で公主船長免許を取得した者は、牧坂氏系と流行列だけである。朝鮮独立後、 朝鮮船舶運航株式会社の船舶監督官になり、後同社社長に就任した。1946年には、南朝鮮暫定政府の要請を受け、不山港の水船陣に、1947年1月、不山二役株式会社社長、同年11月に、不山運輸局副局長及び、不山港湾委員会に就任した。孫玄一の勧誘に応じて、 1949年3月、海軍商工特別教育隊第5次に入隊して2週間の訓練を受けた後、4月1日に海軍中領任官。海軍本部作戦局長、監察官、人事局長、海軍本部作戦参謀副長等、海軍の要職を歴任。1952年には貨物船、コリアの船長として、 韓国史上初の太平洋横断航海に成功する。1953年6月、第二大海軍参謀総長になった。1957年7月、予備役に編入された後、海運会で活躍、海洋国家韓国の礎を築いた。1971年1月28日、自宅で心臓疾患により、逝去、泣き殻は、 国立墓地に埋葬されている。2017P1ABC2017P2ABC2017P32017P42018 年5月23日閲覧。2中央日報 https://news.goins.com ススラッシュアーティクルスラッシュ12758232020年7月7日閲覧。ありがとうございます。